2019年度の、福島県立医科大に、ね第一門の学校2番にやってきます。こういう図形がある、ね、でこういう図形あってこの三角形、面積出してくれと、そういう問題です。ここ角の二等分線ね、だいたいさ、でかい三角形 ABC の面積出して、で比使ってさ、比使ってこの三角形 BCD 出すんじゃないかなっておおよそ予想されるね、そんな感じでやっていきましょう。じゃあまず AC の長さね、こっから出していこう。 AC の長さ、三辺音定理使えばいいだけね。これ直角三角形だよね、三角形 ABC ね。ってことはルート、ね、斜辺の2乗、ね、4の2乗引く、縦2乗ね。 AC はルート7センチですね。はい、この角の二等分線と言ってるってことは、ここ3センチに対してここ4センチだから3対4、そうするとここが3対4、ここが3対4ね。で具体的に、何センチか出しておきましょうね。まずここ何センチか出そうね。7のうちの3だからね、ルートの7センチの、7のうちの3だから7分の3ルート7ね。はい、ここは7分の3ルート7ね。はい、あと下の方ね、こっちもやっておきましょう。ちょっとこっちに書いておこう、ね、これ残りだから7分の 4ルートになるね。はい、こうなりました。じゃあそうするとね、この三角形とさ、この三角形さ、あれだよね、これ相似だよね、これね、直角直角でこう対直角ね、二組の角がそれぞれ等しいで、相似です。だから相似比使ってさ、相似比だとか面積比使ってなんとかする問題なんじゃないかなと思われますね。ここ具体的な数値ね、7分の4ルート7って分かってるから、だからこっち求めてみましょう。 この B からこの交点までの、長さね、ちょっとこのね三角形引っこ抜いてみます。こんな感じですね、こんな感じになってる。でここが3センチで、ここが7分の3ルート7、そうするとルートね、縦2乗あと横2乗ね足してやる、7分の6ルート14で出ました。はい、じゃあここの長さ7分の6ルート14こう出ましたね。この三角形の面積出しておきますね。底辺、底辺かけるで高さ割る2ってやればいいね。はい、そうすると14分の9ルート7ね、面積、ここ相似です。この三角形、この三角形相似ね。相似比出しましょう。相似比ね、相似比ってのは長さの比ね。だからこの7分の6ルート14に対しこっち7分の4ルート7か、でこれちょっと分かりづらい数値になってるから、約分だとかなんかしておきましょう。7消しちゃおう。相似比は3ルート2対2ね。で今面積比に持っていきますね。これね、面積出したいから面積比にするってことは2乗だよね。今こうなってんだけど、こうなってんだけど、これ18に対し4です。これ面積比ね。はい、でじゃあこっちの面積分かんないから S1 とでもしとこうかね。でこっちの面積はもうすでに14分の9ルート7と出てます。14分の9ルート7対で面積分かんないんで S1 としました。18対4と出てますね。あとは普通に計算ね。 S1 は7分のルート7と出ましたね。ここの面積ね、ここの面積は赤で書いておこう。ここは7分のルート7と出ました。はい、ここの面積今14分の9ルート7って出てたでしょね。これを3とした場合、こっちは4だから、だからこっちの面積今出したいですね。だから3分の4かけてやればいいね。こういうことです。7分の6ルート7ね。はい、あと最後にこれ全体の面積出したいわけだから、これプラスこれね足してやれば7分の6ルート7プラス7分のルート7ってことは7分の7ルート7だからね、ルート7ですね。答え、はい、ルート7とね、そんな難しくないね、これまだ序盤の問題だしね。